アントニー・バンデン・ボーレ、アントニー・アンリー・バンデン・ボーレ、アンソニー・アンリー・バンデン・ブボー、1987年10月24日帯は、ザイール、現今後民主共和国理科シ出身の、ベルギー代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは右サイドバック及び右サイドハーフ。ベルギー出身の父とコンゴ人の母の下で、ザイールの理科シに生まれた。 父の故郷ベルギーへ渡った後、8歳の時に RSC ・アンデルレヒトの株組織に入団。同じくベルギー人とコンゴ人を両親に持つバンサンコンパニと共に県産を積む。2004年3月のシャルルロア SC 戦で16歳と141日でプロ初出場を飾ると、10月には契約を2007年まで延長した。 2005から06シーズンは2005年9月13日の UEFA チャンピオンズリーグでチェルシー FC 相手に中盤でボールをダッシュしてからポストに引かれるシュートを放つなど国外の多くのクラブから注目を集めていたが2006年2月に契約を2010年まで延長2005年9月21日に KSV リューセラーレとのリング戦でプロ初得点を挙げた アンデルレヒトでは、コンパニーと共に将来を担う選手と考えられており、クラブの象徴的な選手ボールバンヒムストから、これまで見てきた中で最大の逸材と称賛されていた。しかし彼とは、対照的に集中力の欠如や負傷によって、同クラブでのキャリアは、常時うまくいったとは限らず、また紙を、自身の名前の頭文字である、ABB に反るなどいくつかの些細な問題を起こして、異ことで、 合道機関とコーチ陣の両方から悪道と認識されていた。2007年3月7日に推定席金、最低300万ユーロほどで、セリエ A のアッコフ・フィオレンティーナと2年、延長オプション付きの3年契約を締結。10月7日のユベントス FC 戦で、ジャンパオロッパ・パッツィーニに代わり後半から初出場を飾った。フィオレンティーナでの出場機会が恵まれない中、 ジェノは CFC と共同保有となり、2008年1月19日に、パパはンごとのトレードで、同クラブへ移籍した。この移籍に、絶好の機会を与えられたと語り、3月8日の、ユベントス戦で78分から初出場を飾る。囲碁数度の出場機会を得られたことで、2007から08、シーズン終了後に、故郷の取材で改めて、ジェノに感謝し、 残留の意思を表明。それにこうしてクラブは2008年6月にフィオレンティーナから保有権全てを獲得したことを発表した。完全移籍をした2008から09シーズンこそジャンピエロがスペリーニ監督のもとで25試合に出場したが2009から10シーズン開幕前に構想外となり、クラブによって移籍先を模索されていた。 2009年8月13日にプレミアリーグのポーツマス FC へ2009の10シーズン終了まで期限付き移籍することが決定。8月19日のバーミンガムシティ FC 戦で初出場を飾り、9月22日のカーライルユナイテッド FC とのフットボールリーグカップで初得点を挙げた。2010年2月6日のマンチェスターユナイテッド FC 戦ではオーンゴールを記録。 2ヶ月後の4月3日のブラックバンド・オーバーッツ FC 戦で2度の警告によって退場となり、試合後に主審を非難したが、覆ることなく1試合の出場停止となる。同シーズンのポーツマスは FA カップで躍進して決勝戦に駒を進める一方で、リーグ戦では不審にあえき最終的にチャンピオンシップへ降格、自身もなかなか定位置をつかめなかった。 シーズン終了後に就任した監督は、ローン期間延長を望んでいたものの、その後、ブンデスリーガの1、FC ケルニへの移籍の噂が浮上したこともあって、断念した。期限付き移籍満了に伴って、ポーツマスからジェノアへ戻った後、頻繁に移籍市場での対談を予測された末に2010年9月1日に、移籍金35万ユーロで、 KRC 変句と契約を締結したことが発表された。この動きは失敗したと翌日に報じられていたが、最終的に9月7日に遺跡金非公開で変句と2年プラス1年契約を締結。なお同契約は2011年1月1日からのものであり、それまでは親善試合やセカンドチーム以外の試合に出場することは禁じられている。 その後正式に変化の選手となり、1月22日のキロボルトコルトレイク戦で、ケビン・デブライネに代わり78分ラ初出場を飾る。レギュラーシーズン最終節サークルブルフ・ヘッセンで2度の警告によって、プレーオフの1試合は出場停止で欠場したものの、ほとんどの試合に出場して、リーグ優勝に貢献した。翌2011から12シーズンは、 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12のグループリーグ等でプレーをするなど、マリオベンシン監督のもとで定位置をつかんだ。しかし2012年1月15日の SV ズルテ、ワルヘム戦で78分に交代の指示を受けたことに不満を持ち、交代する際に監督を無視して相手選手のとハイタッチをすると、さらに試合終了後にベンを批判する問題行動を起こした。 結果リザーブ行きを告げられ、2月中旬まで処罰が解かれることはなかった。その後レギュラーに返り咲き、4月14日のフルス・アンデルレヒトとのプレイオフで遺跡後初得点を挙げる。しかし延長オプションは行使されず同シーズン終了に伴う契約満了により対談する子が3月31日に発表された。変を退団してフリーとなるとフルス・アンデルレヒト含めて、 国内外のクラブから関心を寄せられる中、2012年10月17日に、ウクライナプレミアリーグの SC タフリアシンフェロポリト2012から13、うーズン終了までの契約で合意に達したと報じられた。しかしあくまでも交渉中であり、正式に契約を締結したわけではなく、正式契約には至らなかった。タフリアとの交渉が破断となり、 ヘンクを退団してから半年間無所属の状態が続いた後、2013年1月29日にフルス・アンデルレヒトのゼネラルマネージャーから機会を与えられ、2012から13シーズン終了までの契約で5年ぶりの復帰を果たす。2度目のアンデルレヒトでは、同僚たちに温かく迎えられて U-21 チームで練習を開始し、3月4日に セカンドチームの試合へ出場して、本的に復帰を果たす。一週間後の3月16日のカー、ヘント戦で、ロナルド・バルガスに代わって、後半から初出場を飾った。同シーズンは、この一試合の出場で12分のプレーだったにも、かかわらず、マルチン・バッシーレフスキとデニス・オドイが対談し、右サイドバックを務めるの選手が、ギオーム・ジレノミと、 手薄だったことで6月18日に契約を2年延長することに成功した。2016年7月8日、リーグアンのモンペレ HSC に買取オプション付きの期限付き移籍をすることが発表された。2017年1月10日に現役引退を示唆したが、同年3月2日に母親の故郷のクラブである TP、マゼンベに加入することが発表された。 しかし8月には同クラブを対談することを表明した。翌年4月、アンデルレヒトやヘンクでかつて指導を受けたフランキー・ベルコーテレン率いるサークル、ブルハヘの練習に参加している。今後民主共和国とベルギーの市民権を持ち、不勝離脱したの代役として2006年4月23日に監督によってベルギー代表に初召集され、4月28日のトルコ戦で エリック・ド・フランドルニカは16歳186日で初出場を飾り、1911年にが記録した16歳19日に、次、ぐ、最年少出場選手となる。1年後の2005年6月4日のセルビア・モンテネグロ戦で初先発出場した。以後、 A 代表でプレーしながら、年代別代表として UEFAU-21 欧州選手権2007北京オリンピックにも出場した。2011年11月のルーマニア戦を最後に代表から遠ざかっていたが、その後のクラブでの活躍から、右サイドバックを務めるトビー・アルデルバイデルとの控えとして、ジレやトマムニエ、ローランシマンを抑えて2014年2月27日に、 マルク・ビルモッツ監督によって招集される3月6日のコートジボワール戦で約2年半ぶりに復帰を果たすと5月13日に発表された 2014FIFA ワールドカップのメンバー入りをした楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください